おなじみ、NMAX、125、インプレイしたいと思います。今回はですね、やっと、左側の、スイッチ関係のとこですね。こちらに、ハザード、それと、バッシングスイッチを、組み込みました。結構、取り付け自体は簡単だったんですが、配線ですね。もともとこれ安いものだったので、そもそもの血栓が間違えてたので、すべて、テスターで2を当たり直しして、やりました。で、125ハザードやると、リレーがノーマルテスト、リレーがワット数が足りないので、ヤマハの、純正品なんですが、対応できる、リレーに、交換しています。それでは早速いただきます。まあ通常の、スイッチですね。ここは、リアカバーになります。こんな感じですかね。リアカバーで、そして、ハザード、こんにちは。ハザードですね。こんな感じで、ハザードが、つきおにしてます。それと、パッシングですね。パッシング、パッシングはエンジンをかけないといけないので、